Ubuntu、Ubuntu Ub Ub、国際音声記号をボーンツはデビアン、GNU、Linux をベースとしたオペレーティングシステムである。Linux ディストリビューションの一つであり、自由なソフトウェアとして提供されている。カノニカルから支援を受けて開発されている。開発目標は、誰にでも使いやすい最新かつ安定した OS を提供することである。 デスクトップ OS として利用されることが多い Linux Distribution である。Ubuntu は使いやすさを重要視している。例えばアプリケーションの観点では、標準的なシステムツールに加えて、写真編集ツールシャットウェル、オフィススイートリーブリアフィス、インターネットブラウザ m o ラ z i l l a Firefox、メッセンジャー e n g e r p c 等がデフォルトでインストールされている。数読や、j i などのカードゲームや、 パズルゲームも同梱されている。セキュリティの観点では、特に Linux 入門者を考慮し、全権限を持つルートでのログインはデフォルトでは無効になっており、須藤を利用する。また最初からすべてのポートを閉じている。アクセシビリティと国際化にも力を入れており、5.04からは UTF-8 が標準の文字コードとなった。名称は南アフリカのズール語の言葉で、 他者への思いやりを意味する。カノニカルの創業者は、南アフリカ生まれで、イギリス市民権を持つマーク・シャトル・ワラスである。現在のユーザーインターフェースは紫色を基調とした、ライトと呼ばれる。ロゴのフォントは、イギリスのフォント制作会社、ダルトン・マグ・ LTD のウブンツフォントファミリーである。最初のリリースから9.10までは、 アンディ・フィッツマンが作成したフォント・ウブンツタイトルが使われていたが、10.04からウブンツフォントファミリーが使われている。長い間、GNOME2 以前の標準のインターフェースである GNOME パネルが用いられていたが、GNOME3 のリリースと同時期の2011年4月にこれと決別し、独自のインターフェースに変更された。その後、 2018年4月26日から提供の Ubuntu 18.04から GNOME に戻ることが発表され Ubuntu 17.10からデスクトップ環境が GNOME に変更されている Ubuntu 11.04から GNOME に代わりデフォルトが Unity になったデスクトップの左端にアプリケーションのサイドバーが取り入れられ これまでの GNOME パネルの下部パネルが取り外された。これまでの上部パネルの通知領域は残されているのに、対し左端にあったアプリケーション、場所、システムの項目が Ubuntu の5に置き換えられた。これをクリックするとインストールされたおはできるアプリケーションが検索できる。Unity2D は COMIZ のプラグインである Unity とは 違い独立したアプリケーションとして動作する。QT フレームワークを用いて作られている。初期状態では、また式で動作するが、コインズ役員等のウィンドウマネージャー上でも動作する。11.04では、追加可能なパッケージとして提供されていたが、11.10からは11.04の GNOME クラシックに代わり、Unity3D が動作しないハードウェア環境向けの、 デフォルトとして提供されている。12.10では、オパングルを使用せずに、ユニティ 3D を動作させられるのでこれは廃止された。その他にもデスクトップ環境パッケージとして、KDE、ZAFS、XDO、GNOME シェル等が含まれており、これらをデフォルトにした、クブンツ、ズバーンチョ、ルバーンチョ、ウブンツ GNOME がそれぞれ配布されている。ユーザーエージェントによると、 インターネットトラフィックの0.5%から0.65%の割合を占めており、ウェブクライアントの中で最も人気のある Linux Distribution である。マーク・シャトルワースによると2006年末までに少なくとも800万人のユーザーがいる。カノニカルのクリス・ケニオンによると2010年4月時点で1200万を超えるユーザーがいた。サーバー版に関しても ウィキペディアをホスティングするウィキメディア財団が採用するなど大規模な採用者も増えている。W3Tex の調査では2011年6月トラフィックの多いサーバーの間では視野はレルを超えた。日本では主に北海道夕張市や大阪踏み直しがウブンツを呼び、その派生ディストリビューションを導入した。ディストローワッチはオープンソースの OS を紹介しているサイトである。 各 OS のページ閲覧数を掲載しており、2010年までの数年連続でランキング1位を獲得したが、2018年8月現在は3位である。ランキングが Linux Mint に抜かれた原因は11.04から標準採用された Unity がユーザーに不評だったためだという見解もある。その一方で Google と Lens の変化は大きくなく、 シェアが減少したと決めつけられないという見方もある。ディストローワッチの閲覧数ランキングは、インストールメディアのダウンロード数や、実稼働進数とは相関性がない。現在は、マンジャロリナックスとリナックスミントの後陣を廃した状況である。フリーソフトウェア財団の会長のリチャード・ストールマンは、Ubuntu 12.10より、ユニティレンズ検索に、標準導入された。 アマゾンの商品検索を使うことにより、検索クエリや IP アドレスがコナニコルのサーバーを通ってしまうことを指摘し、まるでスパイウェアであるなどと批判、利用を控えるように主張した自由やプライバシーを侵害する事柄へのストルマンの批判は、ウブンツに限らない。マーク・シャトル・ワースは自身のブログで反論した。16.04のユニティレンズ検索からデフォルトで無効に、 に、Ubuntu は d e b i a n GNU Linux をベースに開発されている。d e b i a n 派生ディストリビューションの中にはプロプライエタリなソフトウェアやクローズドソースを追加しているものもあるが、Ubuntu はなるべく自由なソフトウェアを使うことを方針としており、d e b i a n の思想に近い位置に立つように努めている。しかしながら、現在は利便性を考慮してかプロプライエタリなドライバソフトウェアを標準でサポートしている。 パッケージは基本的にデビアンのテスト版を元に作られている。デビアンと同様にパッケージファイル形式として d e b を管理システムとして APT、シナプテックを使うことができる。ただし、両者のバイナリ語完成は完全には保証されていない。パッケージ開発者の多くは母体となるデビアンからカノニカルへ自由意志で移動してきている。したメンテナーの中には デビアンの基本パッケージのメンテナンスにも協力し続けているものがいる。Ubuntu による変更点は、デビアンのソースパッケージに対するパッチとしてアーカイブする様になっている。Ubuntu は当初デビアンコミュニティから人材を確保しようとした。デビアンの創設者であるヤン・マードックはパッケージ及びデビアン自身との互換性、開発リソースの分散やフィードバックに懸念を示した。 彼は、ウブンツコミュニティとの騒動の後、デビアンから脱退した。ウブンツは、2004年10月20日に、デビアン GNU、Linux から派生した OS である。現在、ウブンツコミュニティは、カノニカルから資金提供を受けている。2005年7月8日、マーク・シャトル・ワースとカノニカルはウブンツ財団を創設し、初期投資として1000万 US ドルを提供したと発表した。 財団の目的は今後リリースされるバージョンも含めた、ウブンツのサポートと開発を保障することである。2006年現在財団は休眠状態にある。この不透明な状況を、マーク・シャトル・ワースは、財団は、コナニコルに、不足の事態が起きた時の緊急財源であると、説明している。グランピング・ウラウンド・ホグ、気難しい、ウッド・チャックというコードネームを持ったブランチが、 計画されている。これは常に不安定な開発、テスト版であり、Ubuntu の一部として含まれる、予定のプログラムやアプリケーションをバージョン管理システムから直接ソースコードを取得、修正できる。パワーユーザーや上流開発者はパッケージを実際にビルドすることなく、最新版プログラムをパッケージ化されたような状態でテストでき、書く。 アーキテクチャ向けのパッケージ化の問題を早期に得らる。グランピーグラウンドホグは6ヶ月ごとにデビアン、アンステイブルにマージされることになっている。グランピーグラウンドホグはまだ公には利用可能とはなっていない。2008年9月5日、デルが発表したミニノート PC、インスポーランミニ Q は u b n u を選択できた。 2009年8月27日にシャープが発表したスマートブックネットウォーカーにはウブンツ9.04がプリインストールされていたリリースごとにバージョン番号とコードネームが存在するバージョン番号はリリース時の年と月から作られる2004年の10月20日にリリースされたオーティオーシークのバージョン番号は4.10である近年のコードネームは 動物の名前がアルファベット順で付けられている。半年ごとにリリースが行われる。OS としては比較的頻繁である。リリース月は通常4月、10月である。GNOME のリリースからおよそ1ヶ月後、X.org のリリースから2ヶ月後になるように設定されている。これにより最新版の GNOME と X を同梱できるようになる。 Ubuntu 開発者サミットが新バージョン開発前に開催され、世界中の開発者が機能や改善すべき点の大まかな検討をする。バザール方式という開発方針を採用している。中心となるシステムはローンチョッパドである。ウブンツ行動規範にイエスとしたすべての人が翻訳や開発に貢献することができる。リリースには通常版と長期サポート版があり、 サポート期間が異なる。通常版のサポート期間はリリースから9ヶ月である。6から9ヶ月ごとにバージョンアップしなければならないが、新しい機能を望むユーザーに向いている。長期サポート版、LTS は2年間隔でリリースされ、サポート期間も長いため安定を望むユーザー向いている。サポート期間はリリースから5年であったが18.04、LTS から延長され10年になった。 これに加えてカノニカルは、Ubuntu Advantage Commercial Support と呼ばれる、優勝サポートも提供している。電話やウェブを通じたサポートやサポートが終了した、LTS、例えば十二点零四 l t s の、セキュリティ修正を継続して受けられる、Extended Security Mentenance, ISAM。12.04以前は、LTS のサポート期間はデスクトップ向けのみ3年で、 あったが、現在は、デスクトップもサーバー版も5年となっている。13.04以前は通常版のサポート期間は18ヶ月で、あったが、管理費用を削減するために、現在の9ヶ月に短縮された。リリース日、サポート期限のアナウンスは、wiki.ubuntu.com に掲載されている。 LTS のリリース後から一定期間内に提供されたパッケージのアップデートを LTS インストールメディアに適用する。Windows のサービスパック適用済みメディアに似ている。2014年現在でポイントリリースは1から4が定められている。LTS の場合は安定性の面でポイントリリース1から順次適用するのが推奨されている。2017年現在 CPU は インテル X86、AMD64、ARM などをサポートしている。サーバー版では8.04より、前のバージョンで Spark もサポートしていた。非公式な PowerPC 版、7.04より、前のバージョンでは、PowerPC を公式にサポートしていた IA-64 版、PlayStation 3版もある。デスクトップ版、良いパフォーマンスが得られる。 推奨最低環境は次のようになる。これを満たせない場合でも、ズバンチョやルバンチョを利用すれば、必要なメモリやディスク容量は少なくて済む。サーバー版、レガシーマシンにもインストール可能だが、推奨最低環境は次のようになる。標準インストールで必要な機能すべてが揃うように設計されている。インストールメディアは、ライブ DVD となっており、 インストールと仕様の両方ができる。インストール前にハードウェアが適合しているかを確認できる。Windows からの移行がサポートされており、ブックマーク、壁紙、設定などを簡単に移行できる。ISO イメージは公式サイトからダウンロードする。イメージ書き込みツールを用いて DVD、USB に書き込むことでライブ DVD、USB を作成できる。ライブ USB は アネットブーティンやウブンツにプリインストールされているスタートアップディスクの作成で作成できる。オープンソースカンファレンスなどの会場に行くことで DVD を入手する子が可能なこともある。また、ディスクなどから起動できるため何らかの理由で Windows が起動できなくなった際、ただし HDD などが壊れていないことが条件ファイルを救出するなどの用途で使われることがあり。 その方法を記した本の付録として、Ubuntu の ISO イメージが DVD 付録として付いてくることがある。複数 PC への一斉インストールや低スペック環境も考慮し、p u x などのネットワークブートでのインストールにも対応している。標準では、ついでのインストールが可能であり、インストール時には必要な環境構成を選べる。 シピットと呼ぶインストール CD を無償で送付するサービスを2005年から提供していた。メールで送付先を送るだけで注文することができた。2009年10月にコスト上の理由から初めて注文する場合に限り無料となり、それ以降は5枚一組、税抜き総量別で5ポンドで販売することとなった。2011年4月、シピットは利用できなくなった。 デスクトップ版デスクトップ版では一般的に X86 と X64 の2種類のインストール DVD が提供される。GUI によるインストールが行われる。特殊用途向けにオルタネート CD 版もあったがデスクトップイメージの利便性を向上する目的で12.10から廃止となった。 ベビーと呼ばれる Windows と共存するインストールを行うソフトウェアがあり、バージョン8.04から標準搭載されていた。Windows ファイルシステム内にインストールできるので、パーティションの切り分けやフォーマットの必要がなく、既存環境を損なうことなく文通をインストール、アインストールできた。バージョン11.10日本語リミックス以降には、ローケルイズド CD イメージツールズの都合により、 収録がされていない。14.04を最後に Windows 8との整合性に欠けること、UiFi に対応できていないことなどから公式サポートが打ち切られた。非公式に開発が続けられている。サーバー版、サーバー版にはライブ機能はなく、ついによるインストールのみとなっている。インストール後は CUI 上で Codice1 を使用して GUI もインストールできる。 Windows Subsystem for Linux 2016年4月 Windows 10 for Creators Update より Linux サブシステムとして Ubuntu が動作することが発表された。すべてのパッケージソフトウェアをライセンスやサポートレベルによってコンポーネントと呼ばれる以下の4種類に分けている。フリーソフトウェアには Ubuntu ライセンスポリシーに適合したソフトウェアのみが含まれる。 これはほぼデビアンフリーソフトウェアガイドラインに沿っている。メインにはいくつかの警告がある。それは、作者の許諾を得ることなく、修正のできない、バイナリファームウェアや特定フォントが、再配布を妨害されない限り、メーンの中に含まれてしまうかもしれないというものである。フリーでないソフトウェアは、基本的にサポートされない。ただしビデオカードドライバのようなバイナリでのみ配布される。 デバイスドライバなどは別である。これらは開発者がソースコードを読むことができないので、名演に比べるとサポートのレベルは落ちる。名演とリストリクテッドパッケージは一般的な Linux の利用に必要なソフトウェアが全て揃うように選ばれている。同じような機能を持ったプログラムやそれほど重要でない、特定の用途のプログラム等ユニバースやマルティバースに配置される。 Ubuntu b a c バックポーツという公式のリポジトリがある。これは特定のソフトウェアに対して不安定版でのみ利用可能な最新版をバックポートするための公式プロジェクトである。これは対極的に管理されているわけではなく利用者からの要求に対して一定の品質を満たしさえすればそのパッケージがバックポートされる。スクリーンショットを見れば一目瞭然だが公式ブラウザは Firefox 公式メールクライアントは Thunderbird ーーということになっている。サードパーティーのソフトウェアを認証するシステムがある。認証を受けたプロプライエタリソフトウェアは動作保証がされる。再配布が禁止されているプロプライエタリソフトウェアでもカノニカルとの契約によってパートナーリポジトリからダウンロードできるものがある。例えば Adobe Systems のフラッシュプラグインや Microsoft スカイプテクノロジーズのスカイプである。カノニカルは2009年より、クラウドコンピューティング向けの開発を進めている。また2012年 Ubuntu for Android や Ubuntu Touch などを発表し、モバイル向けインターフェースにも対応した。Ubuntu Edge などの開発、携帯電話ベンダーとの契約を発表した。スマートフォンとタブレット、デスクトップで同じものを共有できる OS を、 目指しししていたたかなながらこれは撤退となっ9.04からサーバー版で Amazon EC にと同様の機能を実現できるユーカリを搭載した。9.10ではクラウド構築用パッケージバーンチョンタープライズクラウドを正式にリリースした。クラウド構築用パッケージを提供したのは Ubuntu が初めてである。かつてはオンラインストレージサービス 部分21も提供していた。9.04から実験的に9.10から正式にサポートした。複数の PC やスマートフォンの間でファイル共有ができた。無料で 5GB まで同期でき、毎月2.99ベードル、または毎年29.9ベードルを支払うと 20GB 容量を拡大できた。10.04では7デジタル配給の音楽、配信サービス、 Ubuntu One Music s t ストアを展開した。20GB ごとに、毎月3.99ベイドル、または、毎年39.9ベイドル支払うことで、音楽配信サービスを利用することができた。主に以下のものを同期できた。2014年4月2日、同年6月1日でサービスを終了することを発表した。データは7月31日まで保持され、その後削除された。 2015年2月6日、コナニコルがスペインの携帯端末メーカーから初めてウブンツ搭載したスマートフォンを EU 限定で発売すると発表。当面はイギリス、スペイン、ポルトガル、スウェーデン。11日、搭載機種の BQ アックウェリス E4.5 ウブンツエディションが発売された。上記の通りスマートフォンからは撤退が発表されている。 これらは、Ubuntu と異なるパッケージをインストールするだけであるが、それらのリポジトリは Ubuntu と同じである。お互いに全く同じパッケージを使え、それぞれのデスクトップ環境を共存させられる。に載っているものの一部は、カノニカルのコントロールを離れ、独自の目的を持った別プロジェクトである。次のような複数の非公式な派生物がある。これらのプロジェクトの中には、 Ubuntu と密接に関わり、Ubuntu と同時にリリースされ、パッケージは Ubuntu と同じ公式リポジトリを利用しているのもある。公式。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。